こんにちは、ブルーホースです。ということで、16年目やってまいりましょう。待ってと、早速ですね。いやー、この子もなかなかね、なんか一歩でも歩いたら見えそうなスカートやってますよね。ということで、やっていきましょうか。チケットに新しい駅、カードバンク、行く橋、開業。カードバンクってなんだ？あ、カード貯めすぎたら預けとけるみたいな感じ。16枚まで預ける。おー、なるほど。で、コマンドバンクが増え、全国どこか、すげえじゃん、預けた方がいいじゃんって話で、ね、人数分用意しましたんで、あーてずご利用ください。いやいやいや、貧乏になんかカードめちゃめちゃ持ってた、こいつ。うわ、剛速球カード手に入ったら速攻でこいつボコボコにしてやろう。うわ、しかも俺のこと、俺で抜きやがった、こいつ、俺のこと抜きやがった。さあ、プラス駅なのか。なんかてっきり4月だからなんかいろいろとこう買い占めるのかなとか思ったけど、そうそうそう、もう聞いてよ、ねえ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 さ、なんかさ、まあ、なんかね、すげえムカつく話なんだけどさ、初対面でさ、人のこと悪く言うことしか脳がないさ、チンパンジーってどう？ね、まあ、この話をしてる時点で、俺もそのチンパンジーに対してさ、文句言ってるのと変わらないんだけどさ、いや、まあまあまあ、いや、もう、すごい気になるかもしんないけど、気になるところで、寸止めしとこう。うん。ということで、ロイヤルイエー、さあ、で、結局お前何が痛かったんだよって思う方はたくさんいらっしゃるかもしれないんですが、そんなことは気にしないで、ゴールがどこだっけ？あーす。SAGS! ほんまの歴史館。あ、そうだ、どうせなの？歴史的偉人が手に入るところどっかないのかな？これは何？お城？うわぁ、買い占められるけど25% って誰も旨味を感じられない。あ、でもここ行ったらさ、甘草シロトキサバ行けんじゃない？あー、マクサシロートキサーだ、ぐる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 。よし、じゃあ行きましょう。テレ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 テリゾートホテル。ここから見える鹿児島県が美しいざます。で、ネクストイヤーからあれかな、天草シロートキサーだが、新しいカード、カードバンクカード、カードバンクカード、いや、今多分ちょっと気になるかもしれないから、少しだけさ、まあ、コンピューターがうじゃ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 、なんか慌てふためているときにさ、ちょっとお話をさせていただけたらと思うんですけどさ、うわ、危ね。うん、まあ、とあるね、なんかその飲みの席でさ、同僚がナンパした女の子がいたんすよ。はい。でね、そいつがっていうのは、そのチンパンジーの方っすよ。チンパンジーの方がさ、いきなり進化ですか、おめでとうございます。そうさ、俺の髪型がどうのとかさ、俺の服装がどうのとかっていうのさ、ごちゃごちゃ言ってるわけですよ。そこでもええやんけって思うんすね。データストロイ、こいつら何にも、いや、今タイミングじゃないんですよ。マジか、早く見たいものよ。一旦目からサイコロ振りやがって、しかもハギって、あれもう目の前じゃねえか。うわー、俺の物件がどんどん、宮島岩国、大島生口島、やめてくれ、どれだけの使いが出るんだ、何マスクラ、はぁ、15件、8億、まあ、大した額じゃなかったな、思ったほどの額じゃん。ただ独占が崩れたことがマジ、もうデストロイだけはマジで勘弁してほしかったんだけど、もう俺の話してる途中でもうそういう、もう絶望の雨嵐やめてくれませんか。ということで、ゴールにたどり着けません、たどり着けません。どうしようかな、じゃあ唐揚げでも行こうかな。唐揚げか、ちょっと待ってね、こっちはどう、行き、行っちゃう、ああ、行っちゃいたいけど行っちゃいない。ここどうだ、秋月。おー、別府、上り別。まあいいや、じゃあとりあえず、はい、こっち来い。2億の 10% だったら、まあそこそこいい、買い物なんじゃなかろうか。はい、ということでまとめ買い。いやー、でも独占してもなー、どんどん独占が減ってくんだよな。マジでいらんタイムでデストロイしやがった。俺の今からこう、もうしたかった。うわー、うまい使い方してますね。お前、一つ申し出て、そういう使い方もできるんですね。そういうことですか。勉強になります。ご参考にさせていただきます。ありがとうございます。こんなやつに与えたところで意味がないんだって。風力発電がすごいですね。TOD ってなんだ？東京大谷ディズニー。12億も出んの。わー、16年目にもなると、皆さん、太っ腹になりますですね。デブっ腹、どこだ、和歌山県。行きたいけど、なんかデストロイがいるんだよな。なんか近くにディストロイがいるんですよ。
もう特急で近づいて、しかもこいつまたゴリゴリ近づいてくるね。でどうせまた遠くにやられるんだからさ、あれ俺この剣持ってたっけ、勝ったところでデストロイされんだから今やばっかじゃないの。もういやさすがに味方してやるよ、なぜなら俺も被害受けるからね。でも確か関西圏の方であんまりこれ持ってない、戻ってこなくていいです。倉敷これって全部やられるのかな、それとも一部だけなのかな、全部やられるとかって、マジなんでほんとこっち向かってくんだよ。なかなか一戦、うーわうーわ、ん？ん？ん？今生口島がやられたっつったら、あってことはあれ、これ燃やされたとしても必ずしもそうなるわけではないってことですね。オッケーオッケー。じゃあお足行きましょうか。はい、うんちの壁、何これうんちの壁って、うんちを落として東西を遮断する、意外と恐ろしい、漏れちゃうぞー、毎度バカバカしいから指定うんち、うんちですね、うんち途中におなら、おならとか面白いかもしれないけどな、まあいいや、とりあえずじゃあ新刊、あちょっと待って、本当に買えるんじゃなかったっけ、1億、あちょっと待って、今であれか、あ今で埋まっちゃったのね、オッケーオッケーオッケー、じゃあいいでしょう、はいやめまーす、1億7000万、ちょっともう俺だけじゃん損害被ってんの、容器費もさ、ただの貧乏人だからさ、もう勘弁してくださいよ、私のお尻ペロペロしてくださいよ、ただの変態の発言でございますよ、ビワゼリー、お前こんな時に独占してんじゃねえよ、どうせ借金まみれになるんだからさ、でどうせこっち向かってくんだろう、もうしかもこんな時に18とかもうバカでかい数字出しやがった、運だけはいいですございますね、どうせこっち向かってくるところで、あれ、おおよかったですね、クラスマスで、はいどうなるのかな、どうなるのか、このタイミングでさ、またさ、すれ違うなんてことがあったときにさ、どっちになるんだろう、で、どうせまた戻るんだろ、戻る、あ、戻る、戻るよな、戻れよって言ってたよ。はいはいはい。もう、しつこ、こいつ。めちゃめちゃ倉敷とか、生口島とか燃やそうとしてた。だからこれ、生口島のさ、毒性が、なくなりましたって言ったの、さっきのターンって言われたけどさ、はい、で、あ、雷神2件、はい、たかだか2000万なんかもう鼻くすみたいなもん、あ、4000万、4000億。でも俺16億失ってんのよ、辛すぎるのよ、じゃーんじゃーんじゃーん、えこれ どっち進んでってもいいのね、和歌山県はこっちの方だね、和歌山どっち進むのがいいのかな、まあでも買い占められるんだったら伊賀にしましょう、まだ29億怪しめ、伊賀牛、松坂牛とどっちが美味しいんだろう、でも伊賀牛ってあんまりその何て言うんだろう、その名前のその売れてるかどうかで言ったらあんまり聞いたことないですね、伊賀やっぱ忍者かな、伊賀効果っていうところで、効果じゃなくて効果だからね、みんなそこ間違えないようにですね、はい、確か効果だったはず、伊賀じゃなくて伊賀と効果だったはず、すげえな、3億か、失った金を一旦で取り戻しやがったぞこいつ、もうさすがに終わるやろ、お前も小銭だけは稼ぎに行くんだよな、あーよかった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 、あ結局今回はなんか前回ほどの被害は出なかったっすね、ここで10か、もう違う、もうここでゴールをしておかないと、もう失った額がでかすぎてさ、鶴橋オッケーオッケー、あ、しかも和歌山全部買い占められるじゃん、梅干し林の方があれなんだね、みかん畑よりも安いんだね、あ、違う、高いんだね、逆、じゃパーパパ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 パ、住民は大歓迎でございます、地元を、はい、12億失われた、失われし都アトランティスを私はゲットいたしました、あ、それでもまだあれなんだ、あれ来週の方が遠いの、へぇ、うわぁ SGA からつー金揚げさっき、あれ金揚げさっき俺が会社員のところじゃなかったっけ、まあいいや、うん、じゃあトゥートゥットゥル25箇所どうせならもう目指せ50箇所の独占ってところだよね、うわぁこいつすぐゴールできんじゃん、てかもうそこにいながらゴールできなかったらもうただのはず、あーもうさーなん、わしかも2億8000万しかも、雷神も俺損させられただけなんすけど、マジかよ、もうありえねえし、もういいよね、羨ましいよね、14ってなんかゴールできそうな雰囲気出てない、データ一旦で、ということはこれ俺が被害被る、マジかよマジかよ、ということはロイヤル EX で一気にぶち近づいていって、
もうドーンとバーンとペーンってやっていくしかないよね。くっそー、まあ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 いいでしょう。じゃあはい、ブルホス社長、はい、楽しみましょう。はいはいはい、いいでしょう。でもどうせね、あのね、またね、あと2、3ターンは動かないから、どうせ。まあ、あの、はしたがね、なんかいらないですよ。長野県。どうしようかな。まあ、どうせ長野なんかすぐたどり着くことできるから、まあ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 。はい、で、こっち近づいておいで。はい、近づいてこいよー。なーによ、ぐる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 回って小銭稼いで、しかも15億もある、14億5千万。ああ、なんだなんだなんだ。え？どうしよう。ほう。ほう、紀ノ国屋さんですね。たくさんの本をください。私読書が大好きなんでございます。みかんが豊作、嵐でみかん、嵐みかんみかん、わーだったらだー、加勢してください。巨星は嫌です。加勢してください。つまらぬものですが、オープンをする。それで何か、やったー、なかなかの悪党でございますね。いや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 、何をおっしゃいますか、お代官様。お主も悪よくおーっと、ことで、23マスあれば、23マスあればあいつにくっつけること自体はできるんじゃないか。くっつけて、で、その次のターンに星飛びをし、届かないんかーい。じゃあ届かないんだったらもう向かってこうよ。ちょっと待って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 、届かないんだったらもうね。あ、でもスイタか。え、スイタってこんなにいっぱいあるの。え、しかも目薬メーカーって、え、目薬メーカー、目薬メーカー、え、ピップヘルス版、え、あれ違うな。あのね、シップの会社もあるんですよ。雑巾工場は知らないな。知らないな。エキスポシティって、エキスポシティはそのまんまの名前だしな。いいえ。ちょっと待ってね。こっから。祇園も買えるしな。大見8万。あと何マスって ?28 マスあんのか。それだったら、できるだけ近づいた方がいいよな。これでも、サバエに行って、サバエちょっと遠回りか。サバエ行ってみようか。サバエに行くと、いや、近づいてってるな。ああ、じゃあ全然サバエ行きましょう。はい、オッケー、買いましょう。さあ、ちょっと進化する前に、あ、いいよ全然はいはい、500万、たかだかいいよ。はい、たかだか500万、はい。うわ、3000万でぶっきゅうりやがって、これバカ、あれが本当にてめえ尻の皮むくぞこの野郎。ダイヤが、来年の4月から全てのカードの値段が2倍になります。来年の4月からだと、うわー、ちょっと待って。じゃあさっさと行って北、このタイミングで北に行くの。桜吹雪の再来の土浦。確かにね、まあ、北上って言っちゃ北上なのかもしれないけどね。宮島、俺の物件が全部買われていく。どうしようかな。19だろ。いや、僕はまあロイヤル EX かな。19、せなんぼ、なんぼ、21、ちょっと過ぎてる。ちょっと過ぎてるけど、どうだろう。長野。長野にギリ止まれないんだよな。こうなったらちょっと近づいてカード買うか。カードなんだ、特急周遊と2倍になるもんな。特急周遊かなこれ。いや、ちょっと待って、おぶち座近いから、あ、しかも俺の、あ、じゃあやった、乗馬ランド、タカタッタッタカタッタッタカタッタ、イエスサーマートメガイ。さあ、オッケーオッケーオッケー、いいでしょう。これでどうなる、おやってか、あ、よかったよかった、もう売るだけ。あ、今右銀山、心配って何が心配なのね。現金持つことよりも物件持ってさ、そこで働く人たちがさ、こう、あのね、安い主がいなくなることによってさ、路頭に迷うっていうことがあるんだぜ。まあなあ、ボンビーなんて所詮頭がボンビーだから、もう、なんかめちゃめちゃ近くにおるやん。あれ、そんな近かったの、土浦から長野までって。はあ、そうだったんですね。ちょっとあまりちょっと関東地方の方の土地勘が私疎いものでして、大変申し訳ございません。分かっておりませんでした。ってことで、特急カード使っていきましょう。でーん、10、めちゃめちゃ出すやん、めちゃめちゃ出すやん。そしてゴールできませんやん。いや、ここまで宇都宮まで行ったら離れすぎるな。いや、しゃあない。特製レー一番やね。ヘクシー、なんでやねん。なんでお前その距離、せめて雷神にしたれや。どうせあれだよ、潰し、あー、まあ。てかもう、結局誰かがどっちかがゴールすることによってさ、俺からも離れるんだよ。
雷神が犠牲になるだけなんですよ。イカ作り、イカ作り、じゃあイカの息作り、え、ん、え、これ日本語が喋れてないまずまともに。お前ここほんと勝負弱いね。そこでてかいつの間にそんな28億も持ってんのか。ホッチキス工場高っ。お胸にパッチンパッチン挟むお仕事です。さあくる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 回りなさい。どうせまたあれでしょ、あの青マスを目指していくんだろ。分かってた分かってた、お前もそういう小銭稼ぎしかできないんだからさ、もう物件買えよ。そっか、失うことをビビってんだな。何やってんだよ。じゃあ特製レカードマジでいらないんだよな。あ、捨てるってできるんだちゃんとね。どうしようこれ悩むな。これどっちからいける？どっちからもいけそうなんだよね。ってことはあえて特急シュー使っておきましょう。可能性は上げておきて、上げ上げー、きたー。さよなら、バイバイ。俺はこいつと旅に出る、ゾンビバイバイ。竹馬、橋が長いところで細いですね。長野県ですね。友達確か長野県の松本ってところに住んでた気がする。そこであの地銀に入ったはいいんだけど、やっぱりちょっとブラックだったせいか、あの1年か2年かで辞めてね、あの転職して今はねすごくねコンサルタントとして、ね、体制してるみたいですよ、うん。じゃあ、ちょっとすぐ個人情報言っちゃうんだから、よくないよね。こういう、やめといた方がいいよ。あの、多分ね、あの、いつかバレた時に炎上する。名古屋金のシャチ服、名古屋。あなたどこ出身ですかって言った時にさ、愛知県じゃなくてさ、名古屋って言うんだよね。ほんと、その、なんか気取ってる。あの、神奈川県出身じゃなくてさ、あの、その横浜出身なんですっていうのと一緒だよね。うん。愛知は愛知って言っときゃいいんだよっていう話だよね。大阪大阪って言うんだ。あ？これ、どこまで行く？あ、カード。あ、所有禁止。あ、なるほど、今のうちに。あ、でも、それはでも確かに賢いかもしれないな。俺もそうしようかな。次、カードを買おうかな。でもさ、あれ、今、うわぁ、俺が売られたところをどん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 返し、こいつね、いつか。うわ、しかも、星飛びか、まあまあいいじゃん。ね、新幹線出そう。できれば、松本が買えるな。松本と長野って全然あれだったね。距離が違ったな。あー、名古屋に近づきたいところなんだけど、駒金っていうのかな、これ。養老酒と松本は？でも 1% か。1% と 2%。あ、変わんねえな。変わんねえだったらこっち行こう。さあ、買い占めて死んぜよう。ピン！松本まとめがいい。ごちそうさまです。ありがとうございました。あー、でもちょっとな、今のうちにカード買い占めたいんだけど、どうだろうな。あー、しかも16%入んの、すげーじゃん。わー、あと2ターンか。あと2ターンでちょっとカード特急。わー、こいつがどんどん近づいていくんだな。あ、これゴール全然できませんね。お前行くときできるわけないんだよな。うわー、買い占めやがった。しかも残り4000万くらいなんじゃ。1億2000万か。はあ、まあ貧乏なのに頑張ってね。うん、小銭稼いでどん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 、あの、豊かになっててください。はい。ちなみにね、あの、現実の世界でさ、お金ある人ない人とかに限らずさ、あの、豊かになっていくことは僕は大賛成ですよ。うん。ゲームの世界でね、あの、煽ってるだけだから、あの、昔そんなにあの、悪い人間ではギリギリないので安心してください。ということで、プップップップー、カードバンクじゃなくて、発射よー、来。お、これは、お、ジュラだー。金のシャチホコをおばたに挟んで、シャチシャチピンピンって。な、あ、そっか、でも2020年だったらまだ名古屋ダイヤモンドドルフィンズとかさ、FE 名古屋とかっていうのが、そこまでまだ地名が売れてないってことだよね。やっぱあの、去年のワールドカップ効果で、あの、B リーグもものすごく流行り出してさ、そうなんすよ、そうなんすよ、聞いてよ。一昨年まではさ、全然普通にさ、あの、B リーグとかでもさ、あの、チケットが簡単に手に入ったのにさ、今もう手に入んないの。あの、公式で購入できるさ、あの、時間に入ったじゃん。もうオスピって言われちゃうんだよね。もうマジで残念なんだよなぁ。まあまあまあ、ある意味嬉しいことなんだけど、嬉しいことではありつつも、やっぱり、こう、なんかこう、優雅にね、あの、試合を見たいというね、あの、この、なんだろう、ファンからすると、まあ、盛り上がることが嬉しい反面、きつくなったっていうのがなかなか辛いよねっていうところだよね。そういう意味では、今年の1月に、あの、バレーの男子のリーグを見に行ったんですよ。うん。その時はね、あの、当日でももっと近づくことのできる、全然ね、あの、1階席でも全然席が空いてたから、まあ、余裕で買えたみたいな、そのところがあったんだけどね。まあ、あのくらいのなんか、集客数がいいよねって、まあ、収益的にはかなりきついのかもしれないけど、ところでさ、八王子までさ、すげえしれっと近いやつがいたんだけど、そいつ許すまじなんだけど。はい、俺がゴールしました。ありがとうございます。20マス。
ちょっとだけ超えちゃったね。はい、でもゴールができちゃうんだな。お前が近づいた全ての効果は全くもって意味がない。貧乏神がつかないだけありがたく思うがいい。2ターン連続で私のゴール、さすがですね。素晴らしいですね。ビューティフルワンダフルですね。玉寿司を舐めてください。ベロ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 。19億41号。あれ、これで、あ、しかもやっとスペシャルカード結構でかい。スペシャルカードマジででかいんですよ。さあ、どこかな、次はどこかな、どこかな、どこかな。ビール工場高岡、来た来た来た、私の大好き高岡ちゃん。八王子、まとめ買い、とりあえず買えるだけ買いましょう。決算だからね。はい、接着工場、ミシン工場。ミシンがあるのか。八王子はね、ちょっとね、とある事情で縁とゆかりがあるんですけど、まあ、ゆかりはないか、縁はあったけどね、うん、あの駅降りたところすぐ近くに、あれがあったね、なんだったっけ、映画館と、アウトレットがあったね。まあ、よく買い物とかね、映画見たりとかしてましたよ。はい。という、今年度の収益額でーす。あ、ついに50億突破しましたね。あ、でも、料金費もなんだかんだ2桁行きやがったな、くそー、畜生。よっしゃー !500 億目指しますとか言ってた。500億突破したね。来週もなんかさ、しれっとさ、17億までなんか上げてきてるよね。容器費も。くそー、10倍の差があったのになー。でぇー。なんか下の方でさ、うにゅうにゅうにゅう争いしてるところ見にくいよね。はい、頑張ってくださーい。ということで、ね、本日の動画は以上でございます。チャンネル登録ボタン、グッドボタン、ぜひ押して、次回またもお楽しみください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。